それではここからですね、セクション 4.3 質のテイラーの定義に入りたいと思います。まずここではその二進数関数のテイラーの定理について説明をするわけですけれども、まあ皆さん予習してきた人は教科書を見てですね、こうまあいろんなこう印象を持たれたかと思うんですが、まあ教科書の定理もいろんな書き方ありますけれども、この明解微分積分におけるこの二変数のテイラーの定理の話というのは証明が先に始まってるんですね。こういきなり M を自然数として関数 fxi を R2 の領域 D で CM 級であるとするっていうふうな話になっていて、まあ大学数学を勉強し始めた段階ですと、なかなかこれを読んだ段階でこうすぐ眠気がこう来る人もいると思います。まあ数学の本を読むようになれると、大体数学の本というのはこういう形で議論が始まるので、そんなに驚かない、僕なんか慣れてると驚かないんですけれども、まあ、なかなか最初はその一体何をするんだろうっていうのでかなりこう疑問に持つ人はいるかもしれません。でそこで一応ですね、ちょっとここではその実際に教科書を読む前に、一応この二変数関数のテイラーの定理が何なのかとか、それからどういうものなのかっていうのを少しまとめて皆さんに示しておこうと思います。で、そのまずテイラーの定理っていうのは何なのかっていうと、まずその効果って書きましたけど、その1項目ですね、ある領域でその微分可能な関数を多項式によって近似すると、まあ、そういう話なんですね。で、まあ、じゃあそれが一体何の役に立つのかっていうのは、またちょっとこれからいろいろですね、今すぐにはちょっとなかなか説明が大変なところもありますけれども、とりあえずすぐ使う場面としては、このテイラーの定理のすぐ後で関数の極値の存在判定っていうのがあります。で関数の極値っていうのは一変数の時微積分で皆さん習ったと思うんですけれども、その関数の振る舞いとして、まあ、極大だったり極小だったりっていうある特徴的な点 を見つけるっていうそういう話なんですね。で、実はこの関数の極値の判定っていうのはこのテイラーの定理を使ってある関数を微分可能な関数をある多項式で近似することで行われております。でそうやって、まあ、まずはその極値と呼ばれる関数のまあ、基本的な性質を知るということで使われているわけですね。ですので、まあ、このすぐ後の極値の判定をするのにまずテイラーの定理が使われるということはご承知おきください。それから、この二変数関数のテイラーの定理 の位置づけなんですけれども、まず平均値の定理の拡張と位置づけられるかと思います。平均値の定理はある点で微分可能な関数に関して成り立つ性質でした。でこれをまあ、1回微分可能で連続なものから例えば M 回微分可能で連続なものに拡張するという形をとっております。でそれからとこの二変数の関数のテイラーの定理の証明にあたっては、実際にはこの一変数のテイラーの定理を使うんですね。こんなふうに点 AB と点 A プラス H、B プラス K という、まあ、H と K は微小なまあ、実数ですけれども正の実数としておきますけれども、まあ、この AB とこの A プラス H、B プラス K を結ぶ線分上でその一変数のテイラーの定理を使って証明しますので、その一変数関数のテイラーの定理をきちんと押さえておくということが非常に大事です。で忘れたという人はぜひこの機会に復習をしておいてください。一応今日の話ですけれども、次の順番で紹介していきたいと思います。まず最初に一変数関数における平均値の定理を復習しておきまして、で二変数関数の平均値の定理を紹介します。これどういう道筋かというと、二変数関数における平均値の定理というのは実は今日最後に証明するそのテイラーの定理から直ちに導くことができまして、実際にこの明解微分積分の本ではそのような構成になっております。この二変数関数の平均値の定理はこの教科書では、もう例題として扱われているんですね。ですけれども、まあ、
定理の証明のアイディアを紹介する1ステップとして、まあ、この平均値の定理を見ていくのは悪くないかなと思って、まあ、ここではあえて先に二変数関数における平均値の定理を証明しておきます。で、その証明のために一応1変数関数における平均値の定理をちゃんと復習しておきましょうと、まあ、そういう位置づけです。でそれが終わりましたら、次にその一変数関数におけるテイラーの定理を復習しておきます。これなぜかというと、先ほども申したように二変数関数におけるテイラーの定理の証明というのは実質的に一変数関数におけるテイラーの定理を使うからです。で、それの後この二変数関数のテイラーの定理ではこの偏微分差要素っていう概念が入ってきますので、まあ、この偏微分差要素っていうのを導入しておきまして、で、まあ、そのらの準備を踏まえた上で、まあ、二変数関数のテイラーの定理の証明を、サクッと述べたいというふうに思います。というわけで、まず、じゃあ最初に、一変数関数における平均値の定理を復習しておきましょう。まあ、教科書を持っている人は56ページの定理 2.11 まで遡ると見ることができます。一応記号もですね、その定理 2.11 に合わせて書いておきました。一応見てみますと、これまあ実数ですね、R の部分集合 J を回復感としまして、で、A をまあ J のある点まあ元とします。で、fx は実数をとって実数値を返す関数で、で、この回復感 j において微分可能であるものとします。で、この時、その平均値の定理が言っていることは、その任意の j の点 x に対して、ある θ ですね、0から1の間の実数 θ が存在して、fx をこういう形で表せるっていうことなんですね。で、それはどういうふうに表すかっていうと、a における f の値と、それから、A と X の間のどこかにおける、この F の微分係数に X-A をかけたもの。こういう関係が成り立つというふうに、まあ、多分皆さんも習ったと思うんですが、では、じゃあこれどういう意味を持つのかっていうことを、皆さん、理解の方は大丈夫でしょうかね。まあ大丈夫だったら、僕の説明は多分いらないと思うんですけれども、じゃあ一応僕なりの説明をちょっと紹介しておきたいと思います。ですね、この式の意味なんですけど、この式ですね、ちょっと変形するんですね。FA を左辺に持ってきまして、で両辺を x-a で割ります。そうしますと、x-a 分の fx-fa イコール、f' の x a プラス θ括弧 x-a とこういう式になります。じゃあこれがどういう意味を持っているかっていうのをちょっとこちらの図で見てみます。これはジオジェブラという数学の何でしょういろんな計算とか図化をするアプリケーションで多分皆さんの中にも高校で使ったという人もいるかもしれません。多分、今新しい、高校の学習指導要領では数学も全教科ですね ICT 化をどんどん進めましょうっていう動きになっていてで数学ももうご多分に漏れず ICT 化を進めましょうっていうことでこういろんな数学の先生がですね高校の数学の先生もこういう ICT を導入した授業を推進していらっしゃると思いますので。見たことあると思うんですけれども一応ちょっとこれ紹介しますとですね今まずこの緑の関数はこれ先ほど挙げた fx ですねでこの fx でこの左側の青色の直線が x イコール a としておきましょうそれから右側の直線が x ということにしておきましょうでそうしますとここがですね今指している点がこの fa でそれから右側のこの点が fx という点なわけですね。で先ほどの式の中でその fx-fa を x-a で割ってましたけどこれは何に当たるかっていうと実はこの fx っていう点とこの fa っていう点ですねこの2点を通る直線の傾きを表していると。まずそこを押さえておいてください。と先ほどの左辺は傾きだと。でじゃあ右辺は何かっていうと、
これですね、今、この x と a の間で、なんか適当な点を取って、でそこでの、この f の、微分係数を求めてますね。で微分係数っていうのは、この今、例えば、この点ラージ a における、こう、接線の傾きがその微分係数を表しているわけです。で、平均値の定理が言ってることは何かっていうと、この、微分係数っていうのが実は、まあ、こんなふうに x と a の間でこう変化するんだけれども、この x と a の間のどこかで、この赤い直線と傾きが等しくなる点がありますよって言ってるのは平均値の定理ですね。という意味があるということで、一応押さえておいてください。まあ、知ってる人にとっては、なんだこんな、単純なことはですね、結構大げさやなって思う人もいるかもしれませんけれども、まあ一応、まあこういう道具が今ありますので、自分は学生の時は、こういうのがなくて、黒板に書いてですね、先生が書いたりでいろいろで消したりして、図も正確じゃなかったのでなかなか理解するのに大変でしたけど、今ではこうやって正確な割と正確な図をねきちっとすぐ書いて、あとこういう傾きなんかもぐりぐり変えながら確かめることができますので、まあ、ちょっとこういうのでちょっと確認しておいてください。はい、ということで、まあ、一変数関数における平均値の定理というのは、こういう意味を持つ定理でしたよという話をちょっと復習しておきました。で、まあ、これを踏まえて、まず、その二変数関数における平均値の定理を述べておきます。今、D を R2 の領域としまして、で、FXY っていう二変数関数は、D で C1 級、すなわち、1回、変微分可能で、しかもそれの変動関数が連続であるというふうにしておきます。で、それからあと、A と B をですね、この D のある点として、それから、H と K、これ実数ですけれども、これが、0以上1以下の T に対して、A プラス TH と B プラス TK が D に含まれますと。で、まあ、こう書いてみると、何を言ってるんだか、最初はパッと分かんないんですけれども、要は、この AB とですね、それから A プラス TH と B プラス TK というのを結ぶ線分を考えて、まあ、その線分が全部、この領域 D に含まれていますよってことを言っています。で、この時に、定理の主張はですね、ある θ、先ほどの1変数の時と同じように、ある0と1の間の θ が存在して、この A の F の A プラス H と B プラス K というのは、この F の A プラス B に、このどっかの点、途中の点、つまりこの A と B から、AB から A プラス TH、B プラス K に向かう線分のどっかの点における、fx の変微分係数に h をかけたものと、あと、y に、fy ですね、fy の変微分係数に k をかけたものに等しくなるというのが、この二変数における平均値の定理です。いいでしょうか。主張としては一変数をちょっと拡張したような形になっているかと思います。で、その証明も一応、ちょっと見ておきましょう。で、証明なんですけど、まず、定理の仮定からですね、fxy っていうのが、AB、点 AB で全微分可能であることに、気をつけておきます。で、これを使うと、今ですね、この二変数関数なんですけど、これを、この線分 AB から A プラス TH、B プラス TK の線分上で、一変数関数とみなして、考えるんですね。で、まあ、それを、ラージ FT という一変数関数と置きますと。そうすると、合成関数の微分の、まあ、性質からですね、この FT を T に関して、微分しましょうと。そうすると、それは、こちらは合成関数の微分なので、まずこれを X で微分したものに対して、X を T で微分した微分係数をかけます。それから、あと Y で微分したものと、に Y を T で微分したものをかけますという。まあ、こんなふうに、こう書くわけですね。で、それをですね、まあ、ここ、まずこうなんですけども、で、ただ、この、今は x はですね、この a プラス th だったので、これを t で微分すれば、これ h になりますよと。それから y は b プラス tk だったので、これを、t で微分すれば、これ k が出てきますよと。まあ、こういう形になるわけですね。で、こういう形になるんですけど、あとは、これに対して一変数関数の平均値の定理を使うと、今度はこれ t が0と1の間でこう、を比べるわけなんですが、この
もし T に1を代入しますと、まあ、あるシータが存在して、まあ、こういう関係式が成り立ちますということで、最終的にはこの1変数の平均値の定理に帰着させて証明できるという話になっています。で、わざとこういう証明したのは、今度この最後、今日の最後にその2変数のテイラーの定理を証明するのも同じようなアプローチで証明しますので、一応この証明 のやり方というのを確認しておいてください。ここまでよろしいでしょうか。じゃあ、これを踏まえてなんですけど、まず1変数関数におけるテイラーの定理というのを一応復習をしておきましょう。で、これは教科書ですと64ページの定理2の19というところにありましたので、まあ、必要な人はそこも一緒に見てもらえるといいんじゃないかと思います。fx は閉区間 a と b において c の m-1級ですね。だから m-1回微分可能で増加数は連続ですと。で、あとその m-1 回の導関数は回区間 AB において微分可能であるという仮定をしておきます。で、この時にある0と1の間の θ が存在して、FB というのは FA プラス、まあ、こういう形のこう式で表すことができるというのが、もともとの1変数関数のテイラーの定理でありました。まず、これをちょっと押さえておきましょう。